仏の玉は農場出現の時我と大地を浄土同時浄土する叱れば発心修行五大涅槃は同時の発心修行五大涅槃なるべし仏道の信心は草木画力なり風水化なりこれを巡らして仏道ならしぶるすなわち発心なり悟空を殺得して増答増仏すべし平水を聞く通して増仏増答すべしこれ仏は直ったら三脈三菩提なり仏菩提心を百千万発するなり首相もまた国のもとし叱るに発心は一発にしてさらに発心せず修行は無用なり、消化は一生なりとのみ聞くは、仏法を聞くにあらず、仏法を捨てるにあらず、仏法に合うにあらず。天の子仏の発心は定めて、発心の発なり、天の子人の発心は発心の発なり、発心は天の子の発心なり。上天望もまた格の落とし草木刀にあらずばいかでか新人あらん新人にあらずばいかでか草木あらん草木にあらずば草木あらざるがゆえに格の落とし螺鈿弁道これ仏母大心なり仏心は一位にあらず螺鈿は一位にあらず改造にあらず処分にあらず数美な格のごとく三級すべし草木執行を集めて増答増仏する始終それ不意にして浄土をすべからずば三十七本五大分法も不意なるべし三外人伝の信心を念じて修行せん共に不意なるべし教示あるべからず草木画略は知ったり草木画略と次第公務と同じくこれ唯心なり同じくこれ実相なり人事公開心の不祥同じく公衆公になり心の不祥の中にいかでか草木とあらん草木といかでか心の不祥ならざらん諸法は無意にあらず無意にあらず実相なり実相は世で実相なり世では二根の信心なりこの信心をもて発心すべし水を踏み石を踏むことを拾うことなかでただ地教僧を念じて行六本人を造作し一味人を念じて古物公病を根拠するこれ仏母大心なるべし見仏なり文仏なり憲法なり文法なり差仏なり行仏なり近無に仏の玉は不足無害天南自然如で大使の肉をもて三宝に供養し自身の肉をもて三宝に供養すもろもろの美物で神聖を感不主なる叱れば知りぬ文字記絵仏学医薬総合天品等を三宝に供養するは自身および祭祀等の神肉皮肉皮骨髄を供養し立てまつるなりすでに三宝の六回髄すなわち一味なりすでに一味なるがゆえに三宝なり三宝の六すでに自身および祭祀の皮肉骨髄を現状する将軍の伝道を工夫なり今世尊の肖像を起こして仏道の皮肉骨髄を採取すべきなり今この神世は骨髄なり不捨離苦いかでか不朽なら不死に死になるべきなりこれによりて一人たちまちに欲すれば一心従いで欲するなり一心初めて欲する
れば一服わずかに欲するなり、おおよそ深く無覚の欲しきにするとき、初めて一物証を取得するなり、時代ごうを巡らして上心に修行すれば得道する。草木障壁を巡らして上心に修行せん得道すれし、次第ごうの草木障壁と同参するがゆえなり、同性なるがゆえなり、同心同名なるがゆえなり、同心同義なるがゆえなり、これによりて物その絵が多く、念草木心の伝道あり、これ仏母大心の様子なり、こそは一義の最小同者なり、臨在は大幕さんの再三小の不遇は飛行山には有志をあり、最小すかれこれ長白の創設を念じて仏僧の伝令を結出するなり、これ老期間税の力大名減税なることを現状するなり、相当動物等は老期減税なり、欲しなりし欲しなり、相当等の減税を得ざるがごときは仏祖の浄土をあらざるなり、動物の減税を得て後に差物差そするなり、王道等はついにインドに消す真実の不徳にあらず、無償の修練は戦争なり、軍内に善なプラレス幹部は仏語にあらず、王はもしインドに消すといえば、無償もまたインドに消すのなり、無償もしインドに消せるば、王はまたインドに消すべからず、シャリはこれ何の所在の無意と得無意と得なり、まずは今回も私また病気しちゃって長くこの運動会もお休みした、皆さんにご心配いただいたり、申し訳ありません。熱く御礼申し上げることというかお詫びいたします。まあおかげさんでね、またなんとか立ち直っちゃって、この間もコーチの人から企画して、今回は5回目って書いてあったけど、この前の大完結の時からもう5回完結してるらしい。私か数えてなかったけど、まあ、なんとか立ち直っちゃって、もう少し、まあ、生き延びさせてもらうことになっちゃったわけで、で、しかし、この頃ね、去年の3月頃からなんですかね、もう、俺の一生も、そろそろ終わりに近づいてるから、自分の一生の、道を求めて、歩んできた道をですね、総まとめして、総まとめしたいと考えたんですね。そして、病気して寝てる時も、年取ってね、もう本をこうやって持つ力もなくなっても、持てるように、手帳の形でね、それで、もういのち手帳っていうのを題してね、書き始めてたんです。こうしたところはちょうど3月頃から書き始めて、またところが、去年、5月のこの見読会終わってから、こっちに、熱出しちゃって寝込んじゃったんですね。だから、そして、7、8の頃、信州に行った初めの頃は、ちょっと元気になったんで、また9月から完結しちゃって、で、また2ヶ月半。初めの時は1ヶ月半、その次は2ヶ月半、そしてまた12月にちょっと完結して、またこれ、1週間も入って、とにかく
近く、去年は半年近くべったり寝て暮らしたわけですよね。多少お母さんとね、私の病気ね、そんなに態度苦しいのっていう時じゃないんですね。ただ熱があっても、動けないっていうか、それで、その間に、その、お命手帳をね、一生懸命練ってたわけで、それで、水耕式、それからまた自分の言いたいところを書き加えたっていう調子でですね、とにかく、だけど、自分が一生やってきたことをまとめてね、その、これもね、いわば、下手な横好きのね、その、例を詩の形で書こうって。で、ね、そいつを書くのがまた楽しみで一生懸命やってた。これやっぱりやる。これだけの、ね、自分の一生をまとめるので、ね、これだけめったに寝なきゃっていなかったなと思って、まあいい動きしたと思ってます。で、それでね、結局の話、このお命手帳をね、まだ現在も毎日、夜寝る前には1時間も私は遂行してるわけで、そして今年いっぱいまだそれ遂行するつもりでやってるわけですがね、今年の終わり時分にね、木寺さんが宅発して、木寺さんって何も食えないのに宅発したわけで、修行として宅発して、で宅発でもらったお金に使いようがないって困ってるそれで私のあれを印刷してくれるから、それはちょうどいいから、まあそれを印刷して、で今年の終わり頃印刷して、来年の初め頃この未読会で、その創世記の北条さんに初めから12年やるって言って始めた、馬年から始めて、で、二度死までで、やる、涙だ。流動だって言うけど、馬刀だみたいな、終わることにしてるんで、それで、会社だ。その12年目がね、来年なんですよね。それで、来年の初めでやめるか、終わりでやめるか、と私の場合、あんまり、転勤する男じゃないから、初めでやめる時になる。ほいで、まあ、来年初めにね、正午言動の、まあ、どれだけの巻きを貸し上げて、それの巻きの切りのいいところでやめて、最後の一回だけ、お命手帳っていうのをね、それをテキストにして皆さんに言って、その話をさせていただきたいと思っているんですよ。で、まあだからあと1年って言いながらね、今年は私6、7、8、9と4ヶ月夏休みするつもりなんで、もうだから数えるほどしかこの回もしないと思うんですが、まあ、どうぞ皆さんも最後までお付き合いください。おいで、そしてですね、ところがね、このお命手帳っていうのを書いてる間にね、これはね、確かにね、このポツミ用心の巻、去年の4月5月と2回読んでるわけですが、それからこの巻私が本になって読んでる、おかげで影響だと思うんですが、今まで私仏法っていうことをいつでも生命実物っていう言葉でもって、お話もしてきたし、自分でも書いてきてるわけですね。ところが今度もそのあれして、お命の手帳を練っている間に、ね、すっかりね、生命実物じゃなくなってですね、生の命という表現に変わった。
というのはね、その、私がいつも生命実物っていう言葉を使うでいるときに、まあ、皆さんにもいつもお話しているけど、あの、その実物っていう限りはね、見られた向こう側、見る私と見られた向こう側、あるいは考える私と考えられた向こう側っていうね、この二つに分かれる以前のところが実物で、ところが生命実物っていうと、ともすると向こう側に何かあるような感じがするじゃない、そこが気になってたわけですね。それで、その点生の命っていうとね、もうちょっと息がいいいかにも生々しくってこの方がいいっていう気になったわけですね。で、まあ、だから以後生の命っていう言葉を使いますから、皆さんにもちょっとあらかじめご紹介しておきます。ところがね、話はまあいろいろあるけど、最近ね、衝動感を味わうっていう本が、以前曹洞宗の宗務長から出していたんです。ところがその宗務長の本でもうとっくの昔に絶版にしていて、そのまんまで、しかしながらこの本、まあ、随分読書会とかね、座禅会の、使われているらしいですね。で、もうちょっとそのコピーなんかしてやってたっていう話でね、で、宗務長はどうもその買いにくい、この金を送らなきゃ送ってこないって言ってね、でもうちょっと買いやすい、手に入りやすいところ出してほしいって話してもらったんで、まあ、いつもの白牛社から出すことになったんですね。で、まあ、近いうちに出ると思うんですけど、この出すことにして、でこの正月に構成を私読んだわけだけど、そしたらね、この肖像画の話で、昭和46年と7年に信州の御用事で喋った話なんですが、だからもう16、17年経ってるわけです。この肖像画を読んでたらね、何その肖像画の私の話の中にね、生の命ってのはたくさん出てくるじゃない、これは参ったいや、この肖像画の本ね、大体私の今喋ってるのと同じようなこと書いてある。それで同じようなこと書いてあるだけじゃなくて、今よりまあ分かったからね、聞きのいいところで、その話も面白く喋ってる。今私はそんなに、あんまりビニール際に、面白く、それだけの、まあ、気力がなくなってとかね、そういうところはあるけど、その点、肖像画の話を面白く書いてる。で、今度また、これ、本にまとめてくれた人がね、石黒さんなんで、この石黒さんも生きがよかった。それだもんだから、筆のついに、石黒さんの、面白い話まで入っちゃってで、だからいよいよ面白く読める。それなのに、生の命っていうね、言葉が、もう16、17年も前に、私が、なんか使ってるっていうかね、それで、まあ、あれなんだけれど、この度のね、生の命っていうのは私が言うとね、目がこう細かくなってるということですね。で、どういうふうに目が細かくなってるかというと、まあ、まず、我々ね、我々誰でも生の命生きてんだということですよ。この日から見た命生きてんじゃない。誰でも彼でもみんなその生の命だっていうこと
で、このみんなが一切生の命ならざるがないんだ。ところがね、それを実際に具体的に聞いたら、やっぱりその具体的な命を生きてるわけですね。古敵私、古敵命です。私は私、あなたはあなたっていうね、古敵私が生きてる。ところがその古敵私っていうのはね、同時にその働きを持っている。働きを持って生きてる。それで、ところが働くっていう限りは、その向こうのとにかく目の前のものを働くんだからね。これは働きの場です。働きの場ぐるみとして生きてるんだ。そうか。まあこれ1,2,3,4と。そういう意味においてね、まあ生の命っていう、まあ、16、7年前に言ったことよりは知った目が怖がるなってると、まあそう思わなきゃあった16、7年前と今の私とって全く同じ話してたっていうの、そうすると私助からねえそうでないね、やっぱりこれだけは目細かくした。それで、いや成長の仕方にね、そういう成長の仕方もあるんですよ。例えばね、まあ、松竹梅っていうけど、松竹梅のうちの松と梅はね、大きくなるっていうことは、幹の太さがだんだん太くなると。それに対して竹ってやつはね、また初めからもう幹の太さが決まっちゃってる。そしてね、年数が経ってくると、内側に太るんですね。それで内側に太って肉が厚くなって、それでしっかりしてくる。そういう成長の仕方あるってことを知らなくちゃいけない。だから例えば竿だけにするのに新しい竹、って言ったら、そんなものあれしたら弱くて折れちゃう。そうでない、やっぱり竿だけにするのね、古い方がしっかりして丈夫だけど、あんまり古いと重くて、その竿だけでね、あれですね。だからまあ竿だけは竿だけ、ほら竹槍作るのは少しぐらい重くても丈夫でなくしてダメだ。でその点ね、まあ私の成長の仕方で、結局中へ向かってその肉を持って成長してきて、それだけしっかりしてきたとこ、まあそういう成長の仕方として考えていただきたいので、ね、で事実ね、仏道を習うというのは時報を習うなり、で初めからね、その仏道ってやつはもう誰でも彼でも時報は生きてるでしょう。だから初めからもう太さは決まってんだよ、皆さんも私も。ただそのね、みんな仏道を習うというのは自己を習うなって言いながらね、自己のあり方をみんなまず知らない。どういうふうに知らないかというと、いつでも自分の考えたこと、それが自分だと思うんです。例えば、まあ、彼女が好きになった、好きになったっていうと、彼女ってね、そこに持っていくか、彼女っていう概念できちゃって、俺は彼女が好き、そういうふうに決まっちゃうわけで、それでもう彼女のためにフラフラになる。あるいは何て言っても世の中、この世の中を生きるのは金だけが大切って言って、ね、金って言って、その金だけを最高価値にしていい、生きてるわけですね。ところがあった、その死ぬ場合でも金って思ってたって、金持っていけないんだよ。その金がそんなに大事であるはずがない。ところがもう、みんなの頭金ってね、決まっちゃって、決めちゃってるわけだから、金っていう幻影でもって引きずり
両辺を拾いますと、このあのテキストの一番初めのところ、四丁の裏のあれですね。新丹所蔵じゃないです。四丁の裏の初めですね。西国構想曰く、接戦ゆ大涅槃。接戦を大涅槃に例える。知るべし、たどるべきをたどる、たどるべきというは、真相なるなり、探偵なるなり。いや、結局ね、仏法の話はいつでも、まず生の命の話だということです。これで、生の命っていうのはね、そんなに簡単に例えられないのね。内山高所さんは、ピチピチしてて、若いみたいって言ってた。でも私困るんだな。そんなに若いっていう人もいるじゃない。しかしながら、いつもピチピチしてるかっていうと、やっぱり完結した時は、パッとして寝てるし。あと、内山高所さんは、死んだ魚、古くなった魚みたいになってきてるって、そう言われても困る。私だってこれ、プチプチした目して、輝かせながら喋ってることもあるしね。これ、生の命ってそう簡単に例えられないんですよ。それで、結局ね、例えるっていうのは、仏教の話はもう本当に、徹底的に中途半端なことはいかないんだから、これを例えるって言ったら、本当に例えなくちゃ。そうするとね、例えるべきは真相なくなり、端的になくなるんですよね。どういう例え方するかっていうと、もう、あれですね、早い話が内山高所は内山高所みたいって大事よかしら。ところが、内山高所ってものがちゃんと決まってる。あるんじゃない。これ雲みたいなもの。で、雲ってやつはふっと現れて、ふっと消えてくる。そればっかりじゃなくて、日の当たる影、それを見る場所を影と思って、どこが輝いてるか、もう刻々なんだ。この刻々の、あれをどう例えるかというと、あれですね、今の生の命は今の生の命として例えました。それがだから、いわゆる接戦を念頼する場合の接戦になる。だから、接戦ってまあヒマラヤさんですね。ヒマラヤさんを例えるのは、ヒマラヤさんに例えようとしよう。で、大涅槃を念頼するって、大涅槃に例える場合。大涅槃は大涅槃に例えようとしよう。結局ね、接戦が接戦に例えるのと同じように、大涅槃は大涅槃に例えるよりほかしようがないということです。だからそれはそれで、意外ないということね。これが、まあ、私の言う生の命。そしてね、次の、身体所蔵、心身の目的。いわゆる真は真如来、人来地の真如来、このゆえに自他の真如来となっている。この真観所蔵、心身の目的である。普通は心身は目的のもとして読むか、あるいは真は真如来、目的ないと読むか、なんだけど、とにかくここにいる真はね、仏教でもって真という言葉はいつも言うけれど、生命って言った方が、命って言った方がね、心理的な心じゃない。ここでもそう、生の命のこと。それは、心は心如来。この心如の如っていうのはね、如来如母っていうのが言うけど、仏さんのことをね、如来って言うでしょ。阿弥陀さんのことは如来様。この仏さんのことっていうのはね、
来るがごとく、去るがごとくって、如来、如行、これ、これをちょびっただけで、それで如来って言うんですね。仏さんっていうのはね、だから、ころっとあるもんじゃなくって、その、つまり、雲みたいなもんだってことだ。この雲のように、来るがごとく、去るがごとく。そういう、それでね、全てはね、この人体知の心なんですね。その人体知の、いわゆる心は心じゃなく、人体知の心なんですね。天地いっぱいの命が。天地いっぱいの命。それは、それ結局ね、来るがごとく、去るがごとしです。いや、だから私が、その、すべてのね、命あるもの、すべての、あるいは存在するものの、原型は雲だっていうのはね、私がいつも言うけれど、雲がとにかく全ての原型ですよ。みんな雲みたいなもん。ずっと現れ、ずっと消えてくる。これ、我々だって、その、まあ何十年生きていかにも、あるようだけど、これ、コマウトシフィルムでもってこう、撮ってごらんなさい。そしたら、ほやって生まれた赤ちゃんから、むくむくむくってこう、大きくなって、そして、そうかと思ったら、急にこう、シワができ始めて、全然持って、だんだん、しぼんじゃって、そして、ピタッと死んじゃうという、これ、まあ、如来の雲みたいなもん。それでね、結局、猿がごとく、猿がごとく、しかしながら、古来がないわけです。でそしてね、結局、それじゃあ、何もないのかって言うと、そうでない、やっぱりあの雲、この雲ってね、一つの、この、あれですね、湿気の加減でもって雲ができるわけだけど、雲っていうのは湿気だって言ったって違う、やっぱりあの雲、この雲って、ちょっとあれがある。そしてまたあの人、この人っていうのもある。それで、それが、自他の心。これは自他の心から、まあ、個的命を生きてるってことね。それで、でこの、この国籍心を持て、発心修行するなり、この、五丁の表の二行目っていうところに、この国籍心を持て、発心修行するなり、親睦親戚なるがゆえなり、この親睦親戚の力をもて、日本の資料と資料亭は現状せる。この結局このね、生の個体的命を持ってね、発心主張するわけだ。これはね、根本的には天地一回の命につながってるってことですね。結局ね、本当はあれもこれもってこう考えるのは一つの資料です。しかしながらどんな資料もね、根本的には資料亭なんです。どれもこれも。資料のどれもこれも資料亭というのは、資料子、資料亭というのは、資料子っていうの、子はどれもこれもっていうんですよ。これはね、これをよく分かるのはね、例えば、あれですね、我々、夜寝ている時もちゃんと意識しながら生きてるんだって、まあ、毎度、話すんだよね。その夜寝ている時も意識している命の力が、また昼間起きてる時には、いろいろと思いを浮かばせる力だ。だから思いが浮かぶ力は夜寝ている時の息の力。だからね、これは普通は、大概みんな 何を騒ぎしてるかって思ったようにいかないって、あれだね、家具を買ったんだけど、思ったようにいかないって家具が裏目に出て、なくなった。さあ大変って思ったようにいかないでもって大騒ぎする。あるいは、
とよくせがれが目に来たやつが思ったようにはでしないってまた思うわけでしょ。これだけは大騒ぎしてる。だけど本当はね、思ったようになるか思ったようにならないかっていうのね、本当から言ったらね、そのあれなんだ、夜中のね、意識の出る息入る息の違いぐらいしかない。どっちどう転んでも多い命なんだから。結局ね、それが人大地の神、その天地いっぱいなんだ。どうあっても同じだってこと。しかしながらどうあっても同じでありながら、その、そういうどうあってもどっちへどう転んでも多い命のところに働いてる。働きがなきゃその命じゃない。でそれが、まあ、働きを持って生きてる、ね、どっちへどう転んでも多い命っていうのがべったりもう多い命だけでもって一応かっていうとそうでない働きを持って生きてる。でその次にね、その第5章 の表の左から3行目ね、大小国士曰く小筆家略、これ国士、今の小筆家略、いずれのところにかあると参照感あるべし、これ何者か君も現状と文書すべし。国心というのは、運用を長に払う、宿則は反則なり、高則推則なり。大小国心のところに通さなくて、いかなるか国心のところの、本当の古物の心、古物の心は一体何どんなことかというか、障壁画略と考える。障壁画略というのは、障というのはマーキーのことね。だから、壁は壁でしょ。だから瓦、壁は小石だ。障壁画略は国心のことね。それで、ところがね、この、ここで障壁画略っていうのね、いわゆる我々がこうやって見た、見ると見られると分かれて、見られたところの向こう側のマーキー、壁、瓦、小石って、そんなもんじゃないんだ。今、仏教、仏法としての話はどこまでも見ると見られると、考えると考えられると、分かれる以前の話だからね。そういう二つに分かれる以前の障壁画略、これは一体どういうことか。よくよく参照感あるべしか、よくよくあれしなきゃ、本当に目を開いて見なくちゃいけないで、これ何者か因果現状と文書すべし。これはそのいわば何者がどうしてやってきたかっていうんだけど、そこにこう通る。ところがね、その問うことが事実、一体それはどんなことかってね、いうときに生の命が働いたらそれなんだ。ただ、その生の命っていうのは向こう側にあるんじゃないんだ。そうだね、その二つに分かれる以前の生の命ってどういうことかっていう、その見直すところに生の命は。生の命っていうのは、出直し出直し生の命こうどんなことかこう見直すとね、そこに生の命が働くんですね。それが何者か因果現状と文殊です。国心というの要は空を生にやる、宿則は反則なり、高則推則なりで、結局この生の命っていうのはどっか向こう側にポロッとしてあるもんだと思ったら大違い。ポロッとしてあるんじゃなくて事実としてですね、宿則反則なり高則推則なりって、ね、まず本当に生の命、お粥を食べたり、それからご飯を食べたり、それから草食水食、そういう生の命を生きながらそのこういう日常生活してるっていうことですね。それで
結局その事実戸籍私は働きながら生きてる、その事実働くそのことが生の人たちです。それでじゃあ決して拳というのは空港なばりにあらずで、向こう側のねそのどっか永遠的などっかにあるか、そんなもんじゃないっていう。で、その次ね、今度はおおよそ五町の裏の三行目ですね。おおよそ仏母大神の因縁を他より五大神を念体せず、五大神を念体して発心するなり。五大神を念体するというは、一教僧を念じて造仏心、本人を念じて造教するなり。今ここで五大神って言ってもね、なんか外側から別物を持ってきて五大神を起こすんじゃない。いや、何から何まで生の命っていう感じでね、外側はないね。それでもうとにかく五大神が生の命ぐるみ、生の命を働くんだ。それでその五大神を念体するというのは、一教僧を念じて造仏する、一本のナッパを取り上げて造仏することにしたんですけど、あるいは向こうによって、まあ、根のない木ってことだけど、事実材木木材なんかは向こうにそういうのをあれして造形するんですね。でしかしながらそういう一教僧無根樹っていうんでもね、決して他の別物じゃない。この事実私の生の命が働きの場として生の命、そういうことね。で結局ね、これが今言う第4番目の働きの場ぐるみってことね。これまあ本当にね、みんなは普通はその自分より外側に、自分と自分の外側とってこれはっきり分けちゃって、俺のことばっかりとこうね、そういう考えを持つわけ。ところが私っていうのはね、その私の働きの場ぐるみです。つくづくね、思うんだけどね、まあ、年取ってから、その、寂しくなるっていうのね、これは本当は、間違いない。少なくとも、人間一生生きてきた限りね、寂しくなるような生き方しちゃダメだ。それね、本当は、それだけ生きていたんだから、いよいよそのにぎやかでなくちゃ。私なんか見てもあるけど、本当に私にぎやかそれでもってちっとも寂しくない。寂しくないどころか、みんな喜び事ばっかりだ。弟子たちも働き始めて、それでもってこの頃は弟子たちが結婚して子供を産んでくる、 その子供まで連れてくる、あったみんな孫だと思ってみたいな。そうするとあった私の一時の暴政がこれね、いや子供を産めって言ったら、実は暴政なんとかで人口増殖に協力しなくてもいいってのは私のあれだけどね。それでももう産んじゃった感じはもう孫だと思って、それね、それをみんなね、お山の大将を俺一人後から車を突き落とせってね、突き落としてね、そうしたらね、結局自分の働きの場を突き落として俺一人とこう思ってるでしょ。そうしたところがどこまでも大将さんでいられるわけじゃないし、年取ってくると田中角栄さんです。毛沢東でも田中角栄さんでも、置いてきぼり君、
その俺一人お山の大将俺一人で待ってたんだ。だけどそのそれぐるみを帯だれ食ってあれあれ私の小学校のあの頃の特本にあったねこのサザエがねその海の中で俺のそのお城はこんな見事なもんじゃないか。これこのあれさえ見てのこうかぶってれば絶対に俺は大丈夫。だところがその時にザーザーって言ってあの人もあのあのあっそれから蓋閉めたの。そしてあの人のところが今度静かになったんでこうちょっとこう蓋開けてみたら。そこに札が立ってて1個何銭って言うんだけどねそれぐるみだ田中角栄さんでも毛沢東さんでもその、あの、あれですね俺一人って威張ってたんだけどそれぐるみスーッとこう置いてきこれ食って1個何銭って後ろもろになっちゃってこれ結局ねまあこれ小山の大将俺一人後から来るものを突き落とせっていうね俺こういう生き方あれなんですね、何もそんなあの総理大臣とか、大総統とかっていうと そんなあるのは限らないあのどんな職場の中でもあるそういう生き方だから家庭内でもさあるであらゆる階層にあるとそうでないねそのどうせね思い出見りゃね我が子も他人だどうせ我が子って言ったってねこれこそ血の続き私のものと思ってるのはまああのせいぜいあの2つか3つぐらいまでそれがだんだんあれするともう我が子ってもう親に反抗するようになるそしてその最後にはもうすっかり他人になっちゃった命としてはね続いてると思ってたんでそれぐるみもうあの過ぎ去ってんですよあそれはさっきも言う概念で我が子我が子俺の通気と思ってるその概念でその概念はそれぐるみもう映っちゃってるのねそれが船まで来ちゃってね全部船に乗ってて大事なあの宝を落としちゃってそれでもって大変って言ってその船の船まで刻んでさ、で今度はこう浅いところに行って、そしてそこのところを一生懸命探してみたけどなかったって言って、それあたりがもう映っちゃう。で考えたことはいつでもずっともう映ってるんです。それぐるみとしてね。それも知らないで金が大切だ。その我が子は俺のものだ。もう決め込んで、ちゃんとそれぐるみ映っちゃう。とにかくそれ生の命は生きてんだってことをね見なくちゃってそして生の命だからその働きを持ってその働きの場ぐるみとしてだから全て他人を育てるっていう気持ちにならなくっちゃねこれはダメですよ一切ね他人というものは本当はないんだから命っていう点から言ったら一切自他が分かれる以前なんだ自他が分かれる以前のところで事実夜寝てるとき自他なしのところで寝ていてそれが命でそういう命を本当に育てる、ね、働きの場それぐるみを育てるっていう気分で生きてる話しくちゃそして育てるっていう気分で生きてりゃ例えば冬枯れする木ですね、この葉をみんな落としちゃうけれどちゃんと今度は新芽がいっぱいもう芽が、ね、用意されてるじゃんどうすればそんなに寂しくなるはずがねえんだとにかく人間一生生きてきた限りねそういうこの寂しくなるっていうような生き方しちゃう落語者とねそれない本当に何でもかんでも育て上げるっていうねつもりで生きていくそれが大切だいやもう私の場合間に合わないっていう人もいるだろうけど
今からでも遅くはないね。全て育てるつもりで、これでもって今もう私の生き方、いや私が宗教的な気分に なったの、その私は中学時代の中学1年か2年の時ですが、私のお母さんが死んだ。この時東京の方で親父、おじいさんも死んだ。それでおばあさんは京都で死んだ。それでそのおばあさんを私の両親がその見舞いに行かれないからって言って、それの代わりにこの兄貴と私を京都によこしたわけですね。その時におばあさんがね、私に折り紙を教えてくれたりね、頭が痛いとお経を読みながらこうやってこう揉んでくれたね、おばあさんですから、ね、だからまあ私の頭一生その煮え煮飯みたいなとにかくそのおばあさんですよ。そのおばあさんがね、まあ私にちっちゃい時からあれは無茶だね、その百人衆も全部教えちゃったんだし、それから外部呪文ですね、呪文なんかたくさん書いてくれてね、そして教え込んじゃった。それから神様の前では口を拝めてして、天のなんとかの感ずるまりまして、もう、まあ、私全く忘れちゃってけど、書き込みなんとかって、ああいうのまで書いてね、そして私に教え込んだんです。それだから私も数えて4つぐらいの時にもうそういうのを全部教え込まれちゃったとか、それでもって小学校上がる時にもあれ覚えるのは覚えられなくなったこれでもしょうがないから、それ以後は、まあ、カンニングでこういうことになっちゃったんだけどね、前回ああいうことはやらないからいいんじゃなくてだけどそのおばあさんがね、とにかく信心深いおばあさん、それでもってその一生懸命おじさん、私のおじさんがまたボンさんの、そのボンさんのおじさんが今に来てお経を読んでくれて、でおじさんが一生懸命お経を読んで、ああ楽になったって、ね、それを私目の前で見た。それでね、お経を読むとその楽になるのかなって、ね、それが私非常に感動したの。そういうねこと、だから年取ってからでも死に際でもね、人にそのあれをその育てるってことあると思うね。でまあ最後の最後までね、その何か使命感を持って、方法としてですよ、負けじゃない、その誓願としてね、一切も育てるんだ、こういう誓願を持って生きるとね、これが大切だ。そうするとね、五行の続きで生きてるから五章の凡夫だ。それに対して誓願を持って、この本当に一切を育てるんだ。これが四条無変誓願と、そして煩悩無尽誓願だ、肛門無用誓願だ、密道無用誓願状。これね、こういう誓願を持って生きるという、これは外生の摩擦という、これで今の連中みんな五章ばっかりだからね、五王で生きてるばっかりだから、みんなそうじゃん、ざまみよそんなにくだらない生き方するから、私がだから一生懸命そう言ってんだけど、よく私の言うこと聞かねえんだから、ざまみよ、五王でない岩礁の菩薩、お一人聖願を持って生きるという時に生き生きするところある。本当ですよ。だからとにかく私で生き生きしてんじゃない、もうそんな5回も最近5回も解決したっていうのは辛いしてないもんまあそういうつもりでね、まあこの会は若い人が割と多いからね、若い人はもう若い時からこの一切を育てるつもり、一切自分の働き
それでですね、